オワコンバッチーハーチャンネル始めていきます。今日はマイレグオジの続きやっていきたいと思います。お待たせいたしました。約2週間オジーマイライフまたやっていきたいと思います。名勝甲子園が楽しすぎてオジーゴールデンウィーク中はお休みをいただいてました。でもまた11年目から再開していきたいと思います。新しくオジーマイライフ見る方いるかもしれないので簡単に振り返っておきましょう。もともとはサクサクセスでオール G を作ってスタートしたのがオジー。今やこんなに強くなりました。そして前回ですね、カーブまで覚えちゃったんだよね。そしてテーマとしてオジー12球団渡り歩いて全ての球団を日本一に導くということでやっております。現在9球団目、残りは横浜、西武、オリックス、そして FA で公式戦1回も出ずにトレードに出てったロッテ。今日はトレードで新しい球団行きたいと思います。おじ今日も楽しんでいきましょう。では早速監督に電話しましょう。さらばだ日ハム、新たな球団を求めておじいは旅立つ。トレード志願ね。さよなら。さあどこに行く？もしもし、西武へのトレードが決まった。ありがとう吉川さんと。前も吉川さんとトレードした気がするな。ついにおじい西武にやってきました。今パッと西武の選手たち見てきたのですが、おじいを含め1億円プレイヤーは14人もいました。金持ち球団や。そして今年のミッション四季を選べだった40個、難しいんじゃねえか。ということで久しぶりのおじやっていきましょう。メンバーとしてはねそんな変わってない。森くんとか山川さんとか菊池雄星くんまでいる。さあやっていこうか。名勝甲子園をねやりすぎてねちょっと感覚大丈夫かなって思ってんだよね。ロックオンがねオートで2位入ってたから、ロックオンがないと打てるのか。ど真ん中ザース OK。 いやーありがてえありがてえ、無事に1発目、1打席目は打てた。これファーボールになってくんねえかな。あえて打たなければ多分ファーボールになるんじゃないかな。スリーボールになれば多分ファーボール。稼いでいけ年間ミッションや。うわい。さあ打っていこうか。甘い球が来たら打つぞ。甘くはないな。追い込まれちった。でも大丈夫。うい、いや牽制もいいよ。フルカウントだからしないか。いやーもったいない。ロックオンだったら打てたね。あおじい足速いわ。いやチャンスで打たないといけないんだよな。でそして対左、うい、カブ OK。 来いよ来いよ。ういじゃらららら。おじいの歌ってさ懐かしいよね。教えてー。ういさあどうするどうする。ういフルカウント、フルカウントから狙うはファーボール。オッケー。年間ミッションをね地味にね達成させるには3試合に1個ずつかファーボール。そう考えるとかなりの数やんなきゃいけないね。おおナイスボール。いやよく逃げてた。332か。チャラチャララ。おい見るよ見るよ。 G はパラパッ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 パー。いったー。いやーおじいが打たなくても強いわ。マジか。食いよ。うおいカット。あピッチャーさっきと一緒だね。どうするかね。シュートが結構曲がるっていうのが分かったから。いや強振だろ。チャンスでもなく対左でもない。いや下手くそ下手くそすぎるぞおじい。うい。そうかおじい連打しなきゃいけないもんね。オッケー。結果おじいはど真ん中の球をホームランにした以外は打てていないということだ。まあでもねフォアボールね2個稼げたのでありがたいっすね。ナイスやおじい。そして何かあるね。
ああ、そっか、そっか、そうだよね。即トレードされたら。ということで、また試合や。今日どこまで行こっかな。トレードだけでいいならば、いいならば、ね、ここのカードだけでいい。さあ、打っていこう。うい、ランナー一塁か。一塁だとな、フォアボールなかなかしてくんないからな。一塁が空いてる状態で。って言っても次の打者は山川さんなんだよね。って思うとやっぱ勝負してくれるんだろうな。どうだい、どうだい、どうだい。よーっと、フェンチョク回れ、暴走のおじいだ。あー、余裕でアウトだった。グラブ取るの早いな、おじい。おっと、同点。まあ左ピッチャーでね、相手打てたのでよかった。おっと、来た。おじいの得意なチェンジアップ、チェンジアップが4と分かったら狙い撃ちをする。いや、おっと、入る。流し打ちのおじい、強、広角をついてるね。おじい何の筋トレついてるか忘れちったな。ナックルカーブね、オッケー。パッパッパッポイ。いや、いい、別にここは打てなくても問題はない。うい、ソフトバンクな、ソフトバンクはいたな、おじいな。そしてチャンス、きた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 。スクイズやったら怒られるかな。4番がバント職人だからどうだろう、うまく転がりすぎるワンチャン。さあ、今年はチームプレイだ、おじい。うい、森君がね、一塁だからね。うい、行ったろ、これは犠牲フライに。よーっと、超える。いいよ、いいよ、回れ、回った、素晴らしい、ナイス。これどっちだ、ツーベースかスリーベースか。いいぞ、いいぞ、どっちだい。スリー、シングル、シングルでサイクルヒット、マジか、マジか、やっちまえ、やっちまえ。うわー、ナイスボール。さあ、ジャスティス、いい変化球や。お、危ねえ、危ねえ、危ねえ。打たれ強さが B、 打たれ強さ。やーっと、チックショー、あるよ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 、よっしゃー、ゴー、いった、よっしゃー。あー、余裕ダウト、サイクリストだよ、来たー。なんであそこで表彰なかったんだろうか。復活のおじい、しょっぱなサイクルヒットをしてしまった。いやー、嬉しいね、アザース。西武の打線が強すぎる。ピッチャー陣がね、1億超えが確か6人7人ぐらいいて、野手も同じぐらいいるんだよね。だからこれは強いチームだ。いやー、あ、今永さんソフトバンク来てたんだ。なるほどね、全然意識してなかったわ。え、あー、ライバル対決、ごめん、ライバル対決は非常にめんどくさいから意識はしないでおくわ。おじい優しいもんね、特別な意識はありません。いやー、そうなんだよ、中継ぎとかね、先発。おお、監督、監督誰だろう。丸2はちょっとやんねえかな、めんどくせえからな。ってなると一回ここはスルーしましょう。そしておまけが、お、パーッと、あざまーす。あ、ちげえ、後輩だ、もうおじい11年目だからね、後輩が増えたわ。監督誰か確認しようとしたら家族のところを選んでしまった。これってさ、出費じゃないの。このエアコン10万円少し高いですね。いや、エアコンよりもおじいはまずね、もちろん買うことにした。もともとあるだろう、我慢しろよ。賃貸だからね、おじいね、いまだに30億で頑張って自家用ハイパージェットを今年買うのだ。楽しみだな、おじい。そのために金を貯めろ。さあ、本日ラスト試合、強いって、強いって、どうする、バントする、そんなことはしねえか。おじいが初球は打てねえ。2球目だったね、完璧ですね。いや、名将甲子園やりすぎて多分操作も若干上手くなった気がする。ずーっとサクサクセスばっかやってたからね、
試合操作やってなかった分ね、おじい結構苦戦はしてたんだけど、名将甲子園でひたすら打ってたからちょっとは上手くなった気がする。よし、変化球への対応が上手くなった気がするな。おじいもともとチェンジアップ、サクチェばっか打ってたから、ランナーが一塁、そしてうわい、そっか、他の球団だとね、よく足が速いランナーが多かったからだけど、盗塁してくれてたんだよね。なんだけど得点圏に行ってくれれば嬉しいが、すげえとこ飛ばしたね。見た、バックスクリーンの上に乗っかったよ、 156m。 さあまだまだ打つぜおじいよ。あと、いや、ロックオンがあるときとないとき結構差があるかと思ったら意外と打てて、あー、いや、あるよ、内野安打、ほれー、足速、せーの、いった、よっしゃ、オッケー、はい、ということでまだあった、試合終了かと思ったよ。うい、今年は打ちに打ちまくるぜ。西武打線におじいが加わってるからね。おかわりくんは引退してるけど結構残ってるね、西武陣はね。さあ来いや、あっとい、やべ、最後の打席は凡退だった。いやでも強いわ、強すぎるわ。ということで今日は無事におじい移籍もできて、3試合しっかり全て活躍ができました。打てない時はね出てくるとは思うんだけれども、大丈夫、今のところは大丈夫でした。ありがとうございます。出たー、またか、苦手意識、そんなのは関係ねえ、おじいがただただ打ってくだけだ。さらば、ではゴルフ場行きたいと思います。おじい趣味スキルはね全てオール A になったんだけども、賞金を稼ぐ、副業で稼ぐ、いや副業が何かが分かんないぐらいこっちがうまいんだけどね。ということで大事なショット、ワンタンメン、ちょっと早かった、大丈夫だね。スコアが54ってどういうコース回ってんだっていうね。あざまーす。では移動して最後練習だね。練習しょうがないから一番素が経験値低い補給やりましょうか。これで今日は終わりです。楽天か、次は行動あるかな、寝たいんだけどおじい。おっと、なんだい、おお、いや新外国人には興味がない、しかもセリーグでしょ。では学校行ってみましょう。2回目の学校だね。これでみんなにチヤホヤされるおじい、34人増えた、学校の人数少なかったのかな。ということで今日はここまでにしたいと思います。またおじい毎日投稿していきたいと思いますので、楽しみに待っててください。ではまた次回のおじいでお会いしましょう。バイバッチ。